っちの確認終わったよ。一箇所誤字があったから直しておいた。ああ、ごめんね。あんなに何度も見直したのにな。一人でやってると気がつかないことって多いよね。私が手伝ってよかったでしょ。助かります。あゆむちゃん、明日が本番なのにごめんね。だから早く終わらせて一緒に帰って明日に備えようね。あゆむちゃんにはかなわないな。もしかしてそれを言うために残ってたの？どうかな。よし、終わった。ありがとう、あゆむちゃん。帰ろ。あのね。何？帰る前にちょっとだけ時間をくれない？帰りながら話すのじゃダメ？うん。それならどうぞ、何でも聞くよ。明日の本番の前に私のステージをあなたに見てほしいの。私が初めて聴いてくれる人と一緒に何かしたいって思ってできた曲、ちゃんとみんなに伝わるかあなたに確かめてほしくて。え、俺に？うん、だってあなたは私にスクールアイドルを勧めてくれた人でしょ。一番最初の大切なファン第1号だから、この曲を歌うところも一番最初に見てほしいの。いいよね。俺が一番初めのファンでいい？もちろんだよ。こっちからお願いしたいくらい。じゃあ気持ちを込めて歌うから、一番近くで聞いてね。えへへ、あゆむちゃんのライブの最前列ってことだよね。なんだか嬉しいな。もう、本当にあなたはいつも私が嬉しくなっちゃうような言葉を自然と言ってくれるよね。昔からずっとあなたは私に勇気や元気や前へ進む力をくれるんだよ。そんな、それはあゆむちゃん自身の力だよ。でも俺が少しでもあゆむちゃんの力になれてるならすっごく嬉しい。ほら、また私が嬉しくて泣いちゃうようなこと自然と言ってくれてる。今からあなたのためだけに歌うから、特等席で聴いていて。じゃあ行くね。